吉田勤派遣動画チャンネルの吉田勤です。本日は成瀬のスポーツ広場でどんど焼きが行われておりまして、会場の一角で豚汁やお汁粉のサービスが行われております。ちょうどお汁粉は縦長の鍋に入れられておりまして、ちょうど今このお玉でこの救われているところです。中にはこの白玉が入っておりまして、あ、お汁粉じゃなくてぜんざいですね。小豆が入ってますね。小豆が入ってますね。これは量によるんですかね、お汁粉とぜんざいの境目は。小豆が入って、つぶつぶが入ってますね。入ってますね。入ってますね。私はぜんざいじゃないかと思うんですが、お汁粉という意見が大半のようです。関西と関東と言い方が違う。あー、なるほど。関西と関西で。私は関西ですから、はい、これがね、ぜんざい、あ、関西、私は九州なんで、より関西に近いんで、ぜんざいと見てました。お汁粉っていうのは、こしたやつですよ、こしたもんですね。今、ぜんざいとお汁粉の論争をしましたが、それぞれ東京と関西じゃ考え方が違うんでしょう。のどちらも美味しくいただきたいと思います。私もこの後、私もこの後いただきたいと思います。では、すみません。ちょうどこの小豆が入ったところをいただくと、ぜんざいに、なると思います。はい、それぞれ今継がれていきます。今子どもさんに渡されます。私もこの後いただかせていただきたいと思います。じゃあちょうどいただくところで、この撮影終わりたいと思います。サービスで、はい、はい。はい、じゃあこちらにちょっと撮影をして、このちょっとこのですね、物を撮影します。いやいや、これをそのまま撮影します。はい、はい、こちらですが、ちょっとこうカメラを持ってますので、お箸までつけるところは無理ないようです。終わります。